なぞりろーん。たったったってなぞりろーん。たったったった。お前が言ってるその理屈はなぞりろーん。やあ、さすがキュウスケだよ。エルシオ。スイッチが壊れたんでね、長いこと全然収録できないでね、こんな時間まで、こんな期間まで引っ張ってしまいました。すいません。次やっていくわ。もう何せよ、スイッチが怖いでプレイできなかったんで、前回の内容とか、いまいち覚えてませんが。どこだろう。これこれやな。前回の収録1ヶ月前や。確か前回さ、一回、やばい、キャラの名前を忘れた、俺。主人公の名前が何だったか思わせた。あの白い髪の男の子の名前何やったっけ。やばい、それぐらい忘れたわ。確かさ、その回復の相馬をさ、手に入れて、そっからまた合流しようというところで終わったなと思うの。それで、行きます。よっしゃ。ああ、もういきなりこうこれいきなりゲームオーバーだろ、このゲーム、お前。右そしたらクラピカロリオンをどの子に言ったもんな、俺、前から。確かマップが見えてこんな感じ。右行ってこう行ったってことはまっすぐかな、なんか鍵あるよ。鍵がかかってる。こっからはいけないみたい。ああ、ダメなん。じゃあ左か。これで右？こっちも鍵かかってない。ああ、やっぱそうか、そうなるよな。なん、そんな気はしとった、ちょっと。で、帰ってきた時、こっから、どっちじゃ、これ。右！あ、なんかイベント進んだ、イベント進んだ。おっと、まだ、なんも進んないわ。右なんかありそう。また鍵だよ。まあ帰ってきたくやられたよ。行き止まりに追い込まれたら終わりなゲームやドラム。まっすぐ。あ、なんか部屋来た。あ、レイ。そうじゃ、レイって名前だったわ。そうじゃ、そうじゃ。そうじゃ、確か。見た目はカオルくんなんやけど、レイじゃみたいな感じ。そんなこと言うたわ。戻ってきたわ。レイ！目が覚めたんだね。間に合ってよかった。さっき新しい相場を使ったの。倒れていたから、もう間に合わないかと。バカ！は？無茶をしちゃダメだ。マルデに何かあったら、僕は、お願いだ、マルタ。こんな危険なこと、二度としないと、約束して。おいおい、レイ、それはお前がこんだけボロボロになっとるけんやぞ、お前。マルタにそんなことさせたくないかったらさ、お前がもっと、怪我なく、過ごしていけばいいんや。マルタを危険な目に合わせたくないんだったら、自分をまず危険な目に合わせないようにしろ。いいか？ごめんなさい。出なきゃ、許さないよ。やんでるみたいなこと言ってるやん。私のことを裏切ったら許さないよみたいな、やんでるみたいなこと言ってる。約束できない。え？大事な人を失いたくないの。だから。わかったよ、マルタ。僕を大切に思ってくれているんだね。ありがとう。おかげで助かったよ。でも、相変わらず、強情だな。レイ、よかった。わっ、マルタ、マルタ、随分使いとったんかな。そうじゃのな、一人であんな、この建物の奥、そこにおったもんな。まあ、以前の記憶がちょっとだけまた解放された感じ。あ、この二人兄弟に声をかけられて。みたいな。あ、これだいぶ序盤の方に見たな。そして外の世界というものを知るきっかけになったみたいな。
いつも3人でおったんじゃ。髪の毛も切ってあげようって感じ。ちょっと下手くそやな、前髪が。えらい見た目の友達おるやん。えらいことやってる友達おるやん。弱肉強食じゃないんやけども、この業界弱肉強食じゃないんやけど。え、全部思い出した。もしかして気がついた。レイ、何？私思い出したよ。あ、そう、昔のレイ、黒髪の、黒髪でクロエと似ていたね。あ、そうだね。今は真っ白だけれど。なんだ、それはやっぱ、アクセラレーター的なやつな。一方通行的なやつな。レイはいつも私のそばにいてくれたんだね。でも、あんなことになってしまって。それでも私は、レイの優しさがあったから、どんなに辛くても頑張って生きようと思ったんだよ。僕はずっと君を妹と重ねてみてた。妹さん？死んだんだ、僕のせいで。クロエと妹のマリアが海に落ちて、クロエだけが助かった。それから僕たち家族は変わってしまった。父さんからはひどい仕打ちを受けていたよ。クロエはもっと辛かったはず。父さんは妹を溺愛してたから。見かねた母さんが僕らをこの教会に預けたんだ。あ、逃がしてくれたんだよ、お母さんが。そこで妹と同じ年頃のマグダに会って、懺悔の気持ちややり戻せない、悲しさをマグダへ向かっていたんだ。妹の代わりだったんじゃ、マルタちゃん。ごめんね、マルタ。ううん、いいの。私なんかに優しくしてくれて嬉しかったよ。私、妹さんと見てるの？最初はそう思った。けど、全然違ったよ。マルタは強い子だ。僕は君に救われてきた。きっと、クロエも。ノアイにはあんな感じで襲いかかってきましたけど。救われてきたのを、あだで返す気ですか？そうかな。間違いないよ。でも、あいつは変わってしまった。もっと早く気づけたら、こんなことにならなかったはずなのに。何もできなかった。いや、6時間前。まだ6時間前の話出たで。痛い、苦しい。僕は一体どうなるんだろう。もしかしたらいつかあんな風に。兄さん、キャスバル兄さん、セイラさん出てきた。セイラさん出てきたよ。キャスバルじゃない、シャアじゃないんだよ。その声はクロエ、あ、クロエだったわ。大丈夫？うん、兄さんも生きててよかった。もう薬漬けにされるのはうんざりだ。こんな状態で生き続けることが辛いよ。兄さん、キャスバル兄さん。だからキャスバル兄さんちゃうんよ。僕が生きる意味を見つけるから。こんな目に合わせた奴らは絶対許さない。待てて、きっと助けてあげるよ。クロエ、そんな感じでクロエもちょっと悪の方向に身を寄せたような感じになるんかな。19番、時間だ、出ろ。それじゃあ行ってくるね、兄さん。ちょ、クロエ、さん、兄さん、キャスバル兄さん。ん？クロエ、無事なんだで。よかった。お前無事か、これ。ねえ、兄さん、キャスバル兄さん。もう間違え、もう訂正しようとしてないじゃん、クロエが。キャスバルちゃうっつうね、今。
こんな世界なら、いっそ壊してもいいんじゃないかって。そしたら、何もかもスッキリすると思うんだ。自分で終わりを迎えることができないのなら、もう、終わらせもいいよね。クロエ、何を言ってるんだ？何？兄さん、キャスバル兄さん。キャスバル兄さん。え？クロエ、何をして、え？大丈夫だよ。兄さんは僕が眠るから。だから、もう少しだけ待ってて。兄さん、キャスバル兄さん。ヤンデルセイラさんみたいになってるね。なぜ気づけなかったんだ。クロエが深い闇の底に引きずり込まれてしまったこと。こんなの、アリ失格だ。そんなことない！確かにクロエは間違った決断をしちゃったけど。それでもクロエは、必死でレイを救おうとしてたんだと思う。本当に？レイは抱えすぎてる。だって、そんなの仕方ないよ。レイのせいじゃない。マルタ、その気持ちだけで嬉しいよ。ありがとう。というわけで結局歪められてきたのは歪みの原因っていうのは結局この研究所にあるわけなんよな。さあ出口はもうすぐだ。行こうかマルタ。うん。そしてまた脱出に立ち上がるわけで、例の手はとても冷たかったけど、君の溢れるほどの優しさが私をしっかりと包んでくれてた。クライマックスかこれが。あ！あった、あそこだ。確かここを抜けたら教会の裏側に出られるはず。あれ？開かない。え？なんで？ここも鍵が必要なの？ん？ここも扉のところに模様がある。鍵あるんじゃ。プラス。そんな、やっとここまで来たのに。プラスの鍵持てない？持てないか。仕方ないけど、戻して探すしかないね。うん。クロエ、追ってくるかな？わからない。いや、追ってくるわ。絶対追ってくるわ。これで脱出までクロエの姿見んかったら、ってなるわ。クロエ何してんのってなる。だとしたら、早く探し出さないと。レイ、大丈夫？え？何？なんでもない。行こう。また U ターンかよ。これちょっとミスっただけでさ、いきなりゾンビがガバーってくるけん嫌なんですよね。辛いですよね。左。右しかない。あ、なんか扉来た。ここちゃん。なんもないかな、ここ。こんなあっさりなんも、なんかあったら、拍子抜きは確かにあるんやけどさ、一応見とこうか。書類。たまに罠とかあるけんさ、怖いよね。いきなり棒がビューとか。怪しいのはここかな。もしいなかったら、見てない部屋をすべて探さないけどね。それは気が遠くなりそうだ。どこから探そうか。またこのパターンか。あれ、なんか見たことあるパターンやめろ、お前。あ、これ、一周目でもあったな、そういや。あー、これ、一周目のパターンちゃう。あれ？でも、あの時ってさ、どっち見に行くか決めれたよな。思い出してきた、これ、二周目だった、俺。いや、今、やいよ。そうじゃ、俺、二周目か、これ。今、やいよ、俺、言う、今考えれば。二周目でさ、レイを、生存させる方向に持っていくかなって、持っていけるかなって頑張んよってことなんよ。なんもないんか。探し物はこれ。来たー！出たー！セイラさん！違うけど。クロエってガンダムにおるけんな。ちょっとごっちゃになるけんな。ペルライダーやな。クロエ、その鍵！マルタ、見つけた。
これでようやく邪魔者を消せる。マルタ、マルタ、振り向かないで。あ、拳銃。実験の素材にしようと思ったけど、お前はダメだ。マルタは兄さんを惑わせるからね。ここで始末しないと。兄さんを惑わせる。ララーのことを言ってるんか。やばい、ガンダムネタばっかやん、今回。せっかくだから、ウイゴンくらいは聞いてあげるよ。選択肢なしでさ、一周目どっちの部屋行くか迷っ、決めれたけんさ、その展開でもう選択肢なしでこう来とるってことは、レイが助けに来てくれると信じておきましょう。どうしてこんなことをするの？はあ、さっきも言ったじゃん。僕らの楽園を作るためだって。レイはそんなこと望んでないよ。分かったようなことを言うな。僕たちがどんな思いで生きてきたか、お前なんかに理解できるはずがない。大人は嫌いだ、誰も信用できないんだ。だから兄さんだけは僕が救ってあげるんだよ。私にその辛さはわからないけど、聞いて、クロエは知らないだけ、この世界はここだけじゃないこと、まだ生きる希望がどっかにあることを。知ったような口を聞くな。お前はずっとここで育って外に出たこともないくせに。そうだよ、私は外に出たことがない。思い出したの全部今までのこと、もう記憶全部思い出したんやな。少なくともレイは言ってた。広い海や多くの大地があって、希望が持てる世界がまだまだたくさんあるって。ふっ、希望なんて信じてるな。私はきっと見つける。絶対諦めたくない。だからこんなところで立ち止まりたくない。え？あ、ダメージを与えるタイプのソーマじゃこれ。え、お前それをどこで？お休み。しゃあ、覚悟だ。おお。うでは。え？理想の人生を手に入れるために僕は好きなようにやったんだ。だからお前も望み通りするといい。私は撃つしかねえじゃん。撃つしかねえじゃん。はい。ごめんなさい、クロエ。ごめん。え、これもさ、もしかして条件次第では撃たないっていう選択肢あったんかな。髪が真っ白に。でも私がやらなくちゃきっと。そっちすごい音やばい。髪の毛が一生懸命ちょっとややこしいことになるんじゃないかお前。一瞬にしてクロエが傷が治って生き返ったみたいになっとるやないよ。ちょっとパッと見そう見えたわ。確かに髪の色が一緒だったら兄弟やなっていう感じがするな。うん、クロエ、私が撃ったの。ごめんなさい。まあ俺はレイは助けるって言ったけど、クロエまでは助けるとは言ってないからね。しょうがない、しょうがない。クロエはいずれこうなる運命だったんだよ。ララは死に行くいう運命だったのだみたいな、ほんまにガンダムみたいな感じになってるよ今回。それにソーマがなくなればいずれ僕らは朽ち果ててしまう。レイ、ごめん、なんでもない。鍵見つかったの？うん、クロエが持ってた。ナイスクロエ。そっか、あいつらしいな。え？いや、いいんだ。じゃあ先を急ごう。うん。さよならクロエ、永遠に、永遠にクロエ。あー、出てきた。これはレイ助かるでしょう。外の光が見えるよ。この階段を登れば外だ。やっと出られるんだね。行こう、レイ。もう止まるな。もう止まるな、レイ。レイ？
ああっと急いで二人でな、これ。あ、何地下で爆発してる。多分、関係者以外がこの扉を開けると、シスが爆発させる仕掛けだったんだ。レイ、早く出ないと。ごめん、マルタ。僕は行けない。なんでだ！おい！頑張って、救出できるようにここまで持ってきたんだろ、お前。何を言ってるの？早く出ないと火が。やっぱり、クロエを一人にできない。あいつには僕しかいないから。僕はあいつを追い込んでしまったから。それに、あれから体がおかしいんだ。きっと近いうちにリリースになる。せめて最後は僕のままでいたいんだ。だから、行くよ。いや！レイ！ごめんね、マルタ。一緒に行きたくて。いや、待ってだ！お前と一緒に行きたくて俺、二周目やるよんぞ、お前。三周目やることになっちゃうぞ、お前。せめて君だけは生きるんだ。なあ！いやー、行かないでー！三周目させないでー！レイ！いや、そもそもこれ、レイ生存エンドあるんか？まずそこが怪しいな。どこで間違えたんだろう。撃ったからね。撃っちゃうんだな、これがしちゃったからね。ズーダンアカネンだったからね。私は彼らを守ることができなかった。私の見つけた儚い希望は、燃え盛る炎とともに消えてしまった。楽園追放。え、またバッドエンドだよ。いや、クロエのこと歌えんようなルートがあるんか。Just will be communication。あ、これか。なんか世界旅行機さ、世界旅行機をさ、3回以上見るみたいなことが、なんかイベントの条件があるらしいんですよ。なんか攻略サイト見たら。俺、1回しか調べてなかったな、そういや、俺。3回以上調べるっていう条件があるらしい。そのトゥルルに行くためにね。この辺のイベントは見た。1回見た。2回目見なあかん。教会に来る前はどんなところにいたの？メラドー近くに住んでたんだ。家から海が見えて、海岸によく遊びに行ったな。海って大きな池だよね。大体、そんな感じかな。確か、この本にも。すごい大きいのね。どこまで続いてるんだろう。本当に大きいんだ。本当に大きいんだね。想像できない。そうだね。プロテインだね。マルタは海が好き？聞いた話によると、陸よりも大きくて、この世界は全て海で繋がっているんだって。うん。地球上の面積の7割が海って言うもんな。見たことがないからよくわからない。でも、きっと気に入ると思う。レイは海好きなの？そうだな。今は少し苦手かも。え？どうして？ちょっとね、怖いんだ。昔のことを思い出して苦しくなるから。なんだ、溺れかけたことがあるんか。え？昔何かあったの？何があったんだよ。3回目。どうしたの？だってマルタ、あの頃と同じように真剣に本を読んでるから、変わらないなと思って少し嬉しくなっちゃった。私そんなに？うん、少し恥ずかしい。あ、これでフラグ立ったんか。これで3回読んだけん。立っとるな、これ。よっしゃ、これでいけるんじゃ。うわ、来た！撃たないの選択肢出てきた。これだ！いけー！撃たない？みんな、すべてを許す、俺は。なんで撃たないの？だって、クロエも大切な人だから。それに、レイの悲しむことはしたくない。昔から甘ったれたことばかり言う。お前が大嫌いだった。私だって、クロエのネジにして陰湿なところ、嫌い！お互い様だ！はは！
言うようになったね。ああ、なんかどうでもええや。お前が信じる希望とやらにかけてみるといい。後悔してもいいならね。ほら、これ欲しかったんでしょ。さっさと行けば。出た、プラスの鍵、サンキュー。そうじゃ。さっきはね、こいつのこと殺して手に入れたけんさ。向こうからちゃんと生きたまま渡してくれるくらいの展開になった。いいの？お前のためじゃない。また、ある時のような兄さんはもう見たくないから。クロエ、一緒に行こう。は？誰がお前なんだと。奥の間ね。お前だって行きたいんだろ、外の世界。外の世界行って、キャバクラとかそういうところ行ってみたいんだろ、お前。だけど、クロエがいないと、レイがきっと寂しがる。ふっ。お前と一緒は、ごめんだ。もういいよ。だから、後で行くから。あらての積んでるみたいになっとるじゃない、お前。うん、きっとだよ。後で3人で脱出するパターンあるんかな、これもしかして。トゥルエンドやけんさ。あ、お帰り。鍵はあった？うん。クロエがくれたの。え、クロエが？一緒に行こうって言ったら、お前とは一緒に行ってやらないって言われた。そう、クロエらしいな。まあ、あいつ住んでるやけんな。なんだかんだこっちのこと気にかけてくれとるところあるかもしれんからな。根はいいやつなんだ。ただ素直になれない理由がたくさんあったから。私も知ってるよ。ここではずっと一緒だったからね。いや、でもクロエは必ず来るから先に行って待ってよ。そうだね。きっと渋い顔をして出てきそうだ。ほんまに来るかどうかわからんぞ。最後の最後では何か起こるかもしれんしな。というわけで入り口の前やけどさ、ここでさ、すんなり誰で行かせてくれるとは思えないんだよな。外の光が見えるよ。この階段を登れば外だ。やっと出られるんだね。行こう。うん。はい、反応はする。そこは何も手つけてないから反応はする。爆発シークエンスに入ります。え？地下で爆発が。多分関係者以外がこの扉を開けると施設が爆発される仕掛けだったんだ。レイ、急がないと。あ、ごめんね、マルタ。え？クロエを助けに行かなきゃ。あ、この子より読んで。クロエ、来てくれ。レイが巻き込まれてしまうぞ。あいつは泣き虫だから、きっと怖い思いしてる。大丈夫だよ。きっとクロエは来るから。だって、約束したもん。でも。あ、レイ、危ない。え？待ってくれ。二人とも世話が焼けるな。クロエ！すごいいいタイミング。ナイス、クロエ。わあ、適当に描いたような石がずんだり並んでる。背景とデザインのクロエチーが全然違う。瓦礫が、クロエ、え？もうじきここは崩れる。早く行きなよ。クロエ、お前も早くこっちへ。もうすぐ瓦礫で道が塞がれる。クロエ、早く行けって言ってるだろ。それに知ってるだろ、こんなところでくたばる僕じゃない。わあ、映画序盤では悪いやつだったのに、終盤になったらえらいいいやつに変わるような映画ってよくあるよね。でもそういうやつって大体最後死ぬよな、味方を助けるために。だけど、無茶だ、そんなの。レイ！え？あのね、レイは思うほどクロエは弱くないよ。もう弱かった、幼かったあの頃とは違う。お願い、信じて。クロエの言う通り、今はここを出よう。だけど。ああ、ち、早くここから出ていけ。たかが石黒の一つや二つ、ガンダムで押し出してみせる。あ、アムロレ
前になってる、あ、レイってできた。アムロレイって言ってくれる。レイは、このレイはレイじゃないからな。違うレイやけどな、お前。クロエ。ニューガンダムは盾じゃない。You don't be. さよなら見せないで。ダララララ。クロエ。きっと大丈夫だよ。ニューガンダムは伊達じゃない。だってクロエだもん。そうだね。でもこれでよかったんじゃないかな。え、教会のみんなもずっと苦しかったと思うから、はあ、クロエはきっとひょっこり現れると思う。昔からそうだったよね。ひょっこりはみたいになっとるやないか。ひょっこりって、あいつが聞いたら変な顔するだろうな。ねえ、マルタ。実はね、僕の体は少しずつおかしくなってるんだ。え？もしかしたら、そう遠くなくにうつに。レイ、信じて。きっと治すことができるはず。だって、この世はこんなにも広くて、私たちが知らないことがたくさんあるから。まだ希望があるはずだから。そうだね。僕も信じたい。こういう夜空を見てると、希望ってものが意外とそばにあることを信じたくなっちゃうね。そしたら、マウタの行きたいところへ行こう。僕らの知らない世界をたくさん見て回ろう。クロエも一緒に。うん。きっと三人で。出会いと別れを繰り返して、私たちは変わっていく。辛いことをばかりでも、諦めなければ、きっと前に進むことができるはず。いつだって希望は逃げたりしないから。みたいな CM やな。なんか、って最後に流れそうな感じの CM だよな。あ、そしてトゥルーエンドか。というわけで、レイも一緒に生存することができました。クロエのその後は生存の状況は分かりませんが、きっと生きていることでしょう。また後でいつか顔を覗かせることでしょう。よかった、三人の冒険はこれからも続くんだ。新しい世界でな。そう信じて今は、信じてみようじゃないか。この世界に溢れる希望ってやつを。あれ？また道が分かれてる。嘘つき牧師。道が全然違うじゃんか。ま、なんとかなるさ。なんくるないさ。ああ、クロエ。さてっと。港の見える町は、どっちだ？奇跡を起こしたんだな。To be continued. エルシオン。というわけで今回、エルシオン、フィーリングオブリリース、完結させました。ありがとうございました。こういうさ、このゲームめっちゃ死んだんやけど、このゲーム。まあこの3人が後々幸せをつかむと、この世界はほんまにエルシオン楽園であると思ってもらえればと思います。みんなも希望は捨てずに、絶望的な感じの周りでもそこには必ず希望があるから、
それは見失わずに頑張ってください。俺も頑張ります。というわけで今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。おつけい。